品川中央公園は、東京都品川区西品川にある、品川区立の都市公園である。ヘリポート防災複合遊具フルドコエ橋防災、備蓄倉庫公園の大半は、元三菱マテリアルの工場があったところで、品川区が公園用地として取得後整備され2003年4月1日に開園したものである。翌2004年4月1日には噴水なども完成し、全面開園した。 また、公園の敷地の一部は、工場跡地ではなく、品川区立トリム公園として1981年4月10日に開園していたもので、品川中央公園は既存のトリム公園を取り込む形で開園したものである。現在でもトリム広場がある。当公園は品川区役所の前にあり、近隣の住民を中心に多くの人に利用されている。 2017年1月には隣接する品川区中、小企業センターを挟んで、過信名駅側に公園を拡張する工事が完了。災害時にはヘリポートとして利用できる広場や災害用備蓄倉庫などが整備された。江戸時代の高地帯であった品川区域の農業用水として利用されていた品川用水が現在のテニスコートと多目的広場、 災害用ヘリポート付近に流れていたが、暗挙として整備されている。また、琴越川にかかっていた琴越橋の欄干が、公園内に移設されている。50メートルほど離れた位置の暗挙水路に、両側の欄干が残っていたが、道路整備の一環で撤去され、公園内に保存されたものである。2020年東京オリンピックの聖火リレーで、セレブレーション会場となった聖火ランナーは、 公募により1万人程度が選ばれた。聖火リレーについて、組織委員会は、スポンサー企業4社と、各都道府県実行委員会が行った、ランナー公募に、延べ53万5717件の応募があったと発表した。東京都の公募枠は165人で、1万6910人から応募があった。倍率は102倍になった。 品川の公園平成27年度版聖火リレー公募に延べ53万件応募。日本経済新聞オリジナルの2019年9月27日時点におけるアーカイブ。https web.archive.org web スラッシュ20190927125733 https www. 日経 .com アーティクルジャックスムズ 50278340X20C19AQCR0002019 年9月27日閲覧 http://www.st. c 品川 .tokyo.jp/.hp/.page0030400/.hpg000030311.htm 品川中央公園防災機能を備えて openhttp コロンスラッシュスラッシュ wangin.blog.fc2.com スラッシュ blog-entry-114.html 推の行方を追ってありがとうございます。